はいどうもトトラボです。今回ですけどもまたまたいいお魚が入りましたんで本日はそちらをね食べていきたいと思います。その魚がこちら、岩手県産のタチウオってことで今回はこちらを姿作りにして食べていこうと思います。はいってことで今回このタチウオを頭を残したまま3枚におろしていきます。これがタチウオの子ですね。タチウオの卵巣は煮付けや塩焼きなどでとても美味しいので取っておきます。新鮮なのでまだ全然血が回ってませんね。はいそれではね3枚におろしていきます。この背びれの縁に1本ガイドラインを入れて、はいこんな感じで真っ白な身でね脂が乗ってるのがよくわかります。美味しそうですね。それではもう半身をおろしていきます。3枚おろしの完成です。はいそれではねこちらの骨はこのようにね折った爪楊枝で一応開けて固定しておくことで後で姿作りにするときに迫力が出ますんでね、皆さんもぜひ姿作りをされるときは試してみてください。はいそれではね先ほどおろした身の腹骨をすいていきます。はいこんな感じでねあとは切るだけの状態までできましたら次は大根のつまを作っていきます。はいそれじゃあね盛り付けに使う食材の準備が終わりましたんでこちらの器に盛り付けていこうと思います。こんな感じで完成です。
はい、それでは早速いただきます。まずね、こちらのお刺身からいただこうと思います。うん、うまい。タチウオってこの時期旬なんですよ。それですごい脂乗ってて、旨味もきてね、これうまいっすね。それではね、こちらの炙りの方もいただきたいと思います。炙りになるとね、香ばしくて皮目の脂がね、溶け出すのか、すごいとろっとしててめちゃめちゃ美味しいですね。炙り、ぜひやってみてください。それでね、タチウオを食べる際に僕がめちゃめちゃおすすめしてるのが、このね、醤油にすだちを絞ったすだち醤油、これがめちゃめちゃ合うんですよ。これをね、ぜひやっていただきたいと思います。うめっ。はい、お次はこちら細作り、いただきます。タチウオって皮が硬いんですけど、細く切ってあるので皮がそこまで引っかからずに食べることができて美味しいです。最後ね、梅肉とそぎ作りにしたのを食べてみます。合う。ごちそうさまでした。ということでね、今回は旬のタチウオをいただいたんですけども、結構脂が乗ってて癖がなくてね、やっぱ美味しいですよね、タチウオ。でね、タチウオって本当に癖のない魚で、どんな料理でもできるんですよね。僕が今までやってみた中で美味しかったのは、塩焼きはもちろんのことですけど、煮付けもね、すごい身がふわふわになって美味しいです。で、あとはね、フライとかね、お刺身の状態からは想像できないほどね、ふわふわになってめちゃめちゃ美味しいです。でね、タチウオっていうのは今旬ってことで、今日のもキロ2000円って言ってね、ちょっと高いんですけど、その分ね、今回のような脂乗りですごく美味しいので、皆さんもぜひ試してみてください。それではね、今回もご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。